もしゃ、達也です。よー。やあみんな、皆さん、幽霊って、信じますか？この世の半分ぐらいは幽霊という存在を否定している人が多いと思うんですけど、今回は、なんと、素晴らしき、この俺、皆さん、なんていうか、そう。僕が今からする方法は、実は、助けてー。やばい。俺最近マジでハゲてきた。前髪がなくなってきた。あなたは髪の毛ありますか？こちら。こちら鏡なんだけど、実は俺インターネットのサイトで色々と調べてたわけよ。鏡を使った方法が、だから一番幽霊が出やすい方法、奥んちには代々伝わる最強の鏡があるということで、こちらの鏡を使って幽霊というものをね、呼び出したいなと。ちょっと最近人と喋る機会が全くないんで、幽霊と喋ってコミュニケーション能力というものを培いたい、リアルに友達がいない、そういう方はこちらの鏡で幽霊ちゃんを呼んでコミュニケーション能力というものを上げていけばいいと思います。神発想。グッド。まあ、早速どうやって幽霊を出すかっていうと、なんか水溜りボンドさんが、なんか鏡の前で、お前は誰だずっと言いまくってて、なんか人を洗脳するやり方なんですけど、今から僕がやるのは、まあ、皆さん期待してください。必ず幽霊を呼んじゃうんで。助けて。よし、行こう。今日は僕テンションちょっと高いね。瞬間移動。はい、こちら。魔法使い。この時点で俺が幽霊。うん。まあ、でっかい鏡。まあ、これは代々伝わる、このでっ、てかさ、俺この鏡から見たら俺これスタイルよくね、これ。ほら。どうやって幽霊を呼ぶかっていうと、まあ、こちら鏡があるんですけど、こちらの鏡に、このように手招き、こちらの鏡に、こんな風にね、こんな風に手招きをするわけですよ。こんな風にね、鏡に向かって。うん。5分ぐらい、なんかずっと手招きをすると、なんか悪い幽霊だろうといい幽霊だろうと、なんかこの鏡の、まあ、この部屋に集まってきて、大変なことが起きるみたいな。まあ、こちらですね。まあ、今からね、こんな風に手招きをね、やっていきたいなと思います。まあ、本当に出てくるのかわかんないけど、とりあえず5分やります。疲れた。今のところは特に変わった様子はありませんね。ないっすねー。おかしい。なんでだ？俺は幽霊と遊んでコミュニケーションを取りたいっていうのに、なぜ幽霊は出てきてくれないのか。もしかしたらガセかもしれないんですけど、調べます。パゲパゲ、こんなのやだ。髪の毛消え去ってゆく。おお、マジか。おお、ばば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 ば
ちょっとヤフーでちょっと調べたんですけど、ただのなんか都市伝説みたい。ご安心ください、何もないですみたいな。まあ、それやったらまあ仕方ねえな。なんや、幽霊なんて出てこうよな。まあそりゃそうだよな。まあしゃあねえ。それだったらもう検証結果は幽霊出ないっていうことで、まあそれで帰りますか。こっから聞こえた。お前は汚れてたからお母さんが捨てたはず。絶対幽霊だ。どこだ。